まるチャンネルへようこそ当コーナーでは「物事を斜めに見るコーナー」ですはい今回ですね今話題の重い障害のあるれいわ新選組のお二人の議員さんですねそちらが今回制度の壁にぶつかり来月1日に召集が予定されている 臨時国会に登院できないと訴えましたというニュースが入ってきております。まず最初に言っておきます。これだけは絶対、あの、分かっていただきたいがですが、障害者を差別する意図は全くないです。これだけは本当に、全くないですから、そのことは置いといてください。 私が問題にしてるのは別のことです。全く別のことです。で、そのお二人が、その、登院できないという理由がですね、えー、お二人は、あの、国の障害福祉制度で重い障害がある人の生活をサポートする、重度訪問介護のサービスを受けていますと。一方で、規則では、つまり制度ですね、制度では、 えー、働き始めると通勤や仕事中にこのサービスを受けることができませんとちょっとここで考えてみたいがですがそもそもその制度というのはすでに出来上がっているものですから、えー、このお二人が立候補する上でそれを知らなかったはずはないですよね当然。 そのことは承知の上で、立候補されてるがじゃないかと思うがですけど、もしそれを知った上で、党員できないよということが分かっているなら、もう議員としての職責を全うすることができないということですから、花から、花から議員としての職責を全うできないのであれば、立候補していいのかなと。 いや、もちろんですね。法律上は、OK です。その、年齢制限とか、そういったものを満たしていれば、誰でも立候補することはできますけど、本当に、もう一度言いますけど、障害者を差別する意図はないです。全くないです。本当に、あの、差別する意図は全くないです。例えば、と、例え話、適切かどうかは、 わかりませんが、例えばですね、余命宣告、病気で余命宣告を受けていて、余命があと1ヶ月だよという時にですね、えー、議員さん、任期6年ですかそれに立候補することが、是か非か、いいことなんでしょうかそれと似たようなことではないかと思います。今回の問題は。 議員としてのその職責が全うすることができないよということが予想あるいは分かっている場合に立候補していいのかなまあもちろんさっきも言ったように法律上は OK ですがそれともう一点僕が言いたいのは制度を作るのはまあ官僚とか議員さんたちですよね議員立法というものがあるんで。 制度が、もし、嫌、嫌だ、嫌、嫌というか、気に食わないのであれば、より良い制度に変えるのは、あなた方です。有権者であり議員さんです。その選ばれた議員が、党員できない。これは、いいことかな。ちょっと、これ、皆さんも、一回、 考えてみていただきたいと思います。最後に言いますけど、本当にその障害者だからとか、そういったことで言ってるわけではないです。以上、斜め2コーナーでした。ご視聴ありがとうございました。